でも味方があそこまで行けたってことはこの辺敵いないってことだから、クリアリングせずもうここまで入っちゃう。で味方が1枚取って、やっぱあそこだね。もうこれで確定ですね。で今敵僕がそこにいるってなってると思うから、多分なのであんまり動いてこないと思う。あそこから今僕が裏取って顔出して圧をかけたから敵動けなくなったんですよ。正面は味方がいるし裏は僕がいるってなってるけど、まあ実際もう僕裏にはいないんだけどね。だけど敵はいない敵に対して警戒して固まっちゃったから、もうこっちそしたら別ルートから、はい、こんにちは、グリードです。COD のお手本、ランク解説第3弾というわけで、今日はサーチ&デストロイです。自分の考えてることを喋りながら、プレイしていくっていうこの企画なんですけど、毎回ね、こう、高評価多かったら、次の更新早いよっていう風に、言ってるので、今回もぜひよろしくお願いします。サーチ&デストロイに関しては、まあ、正直ね、喋ることが多いです。で、まあ、今日ももちろん今日一本だけじゃ喋りきれないし、で、正直覚えゲーなところがありますね。マップのポジションとかね。まあ、今日はね、非常に基礎的なことを喋ってます。で、長年 COD プレイしてる人でも、そんなこと考えたことなかったみたいな、ことを喋ってるので、ぜひよかったら最後まで見ていってください。それでは、動画へ、レッツゴー。どうだ？サーチか、いきなり。もう一人おったね。いる、いるいる、影見えた気がする。いるよな、いるよな。おっ、しゃしゃしゃし。いいじゃん、いいじゃん。まあ、今のは、たまたま敵がいましたってことだね。まあ、さっき、初ラウンドで左使ったから、まあ、ちょっと敵も変えてくるだろうと思うので、一旦 B サイド見てみようか。ちょっといろいろもう、動くのが遅すぎて、B 入られちゃったかもしれないね、これ。危ない危ない危ない。おぉ。センター使ってみよう。ああ、赤点的に B 詰めてるっぽいな。ってなれば、この辺はいないってなるから、ガーって行って裏取り行けるはず。もう赤点がね、2枚ほど確認できてるからね。この辺はいないいないいない。今上、飛び降りた？違うか、味方か。そこ1枚と、もう一枚センター側？そこスタン当たったね。ボムここの辺、この辺にあると思うんだけど、どうだろう？違うか？やっぱ、あー持ってたか。え、設置され。じゃあ一旦ね、ボムがどの辺に設置されてるか確認しないといけないね、これは。建物側か？ドアが閉まってるのちょっと怪しいな。なるほど。ああ、クソエム、クソエム、クソエム。めっちゃクソエムやったな。1v1 は頑張ってくださいね。はい。まあ、結局は経験積んでくると、だいたいこういうポジションにいやすいとか、こういう読み方してくるよねっていうのがあるから、結構この辺は経験とかになってくるよね。どうしようもね。足音聞こえない、COD ってね、昔からね、足音聞こえない方が競技性があるってなってるんよ。足音があると、ノースキル、スキル関係なくキルが取れちゃうから。で、昔から COD の競技シーンは足音をなくすのね、大体。ただね、日本はね、日本で独自のサーチルールとかやってたからね、なんか足音ありのルールだったけど、基本的に海外はそうじゃないね。わーお。まあまあまあ、とりあえず1キル取れたから OK かな。足音があるとね、どうしてもスピーディーな試合展開にはならないのと、戦略性もだいぶ減るね。動けないから全然。あと足音ってデバイス差も出ちゃうからね、どうしても。さあ、敵これパーティーかな？あ、2パいるんだ。結構やっぱり早いというかアグレッシブに来るから、そうね。まあ攻めは今のところね、A が失敗してるから一旦 B で考えてみようか。と思ったけど味方が向こう行っちゃったね。まあでも同じことばっかやってもしょうもないので。さあ、スタン渡らなかったが、登ってきてる？センターはいない？向こう見えない。ナイス。
味方がカバーしてくれた。さすがにここ一枚だけってことはないでしょ？まあ、ここで一番怖いのは、この左奥ね。ここクリアリングして。いないいない。そこもいない。このクリアリング、クリアリング。いないいない。設置できそうですね。設置するってなったら判断早めに。おっと、目の前いるよ。ナイス。で、ラスト赤点。A サイド。これ絶対設置取る。ってなると、まあなんか、よく見える位置から。そうだな。敵が近づいてきてると思うので、まず裏側クリアリングしよう。この段階で裏来てないんだったら、多分正面ですね。裏なし、裏なし。遅いね。これ裏ないと思う。あと正面。これでだいぶ敵が絞れてるね。次センター。センターもいない。ってなってくると、ほぼほぼ確率的には正面だと思いますね。これはね。これ味方がボム見れてるかちょっと不安だな。大丈夫ね。もしかしたらこれ来ないかもね、敵。来なそうだね。じゃあ今来たんかい今来たんかい。どこ行った？どこ行った？どこ行った？まあ、サーチは追い込み量やね。もう一回 B 側入ってみようか。今回ちょっと SMG だったらね、いろいろととつったりもできるけど、今回は一旦、こっち側で立ち回りましょうか。センターでやられたのか。ワンチャン B あるね、これ。A で、あ、間違えて出ちゃった、なんか。A か。ってなってくる。こっちもいないか？いないかな？いないかな？上がるか上がるか？そしたら。結構裏取れるかもしれないね、そしたら。ちょっと上クリアリングしてないけど、あ、でもちょうどいましたね。確率的にはないかなと思ったんだけど。この赤点は？あ、近いね。ワンチャン A 設置あるね。おー、見られてた。これちょっと早めに。あー、駆け抜けたかったけど。なんか設置する気なかったね、敵。個人的にサーチ&デストロイって、まあ、運要素はあるってか、運っちゃ運なんだけど、じゃんけん。結局は自分たちの戦術が相手に刺さるかどうかのじゃんけんの試合なんだけど、まあ、結局その経験と知識と連携と、そういうので、その運の勝率を上げてくって感じかな。いるね、いるね。待って、めっちゃ近いやん。それ右にいる、赤点出てる。詰めたのかな？やったのかな？どっちだ？うわ、詰めたんだ、敵。やるな、それ。ラスト？多分カバーもう来てるでしょ。味方が奥回ってるから、その辺、サイドいないってことは、裏取ってるかもしれないね。遅い。で、今はね、これ絶対設置したらあかんね。うちらはめちゃくちゃこっち A 側でアクションしたから、まあこの辺に敵がいる可能性が高い。でも、残り30秒でしょ？残り30秒で、例えば B シフトしたとして、まあ10何秒、20秒近くかかるから、まあシフトしたのがバレるんですよ。だから、シフトせずに、この辺でクリアリングしながら敵を待って、キルする。で、来なかったら敵が A に行ってる可能性が高い。で、今赤点あったから近くにいるね。オッケー、ほら、来た。で、よく初心者がやるのが、今 A でアクションしちゃって敵が来るから B に行こうって行くんだけど、残り時間が30秒だった場合、ね、時間かけて B、反対側に行ったけど、もうそれ敵にも読まれてるから、ね、あれだけ A 側でアクションしたらね、もう敵絶対来るからね、確認しに。それを読んで行動しないとシフトも意味ないですね。センター？あれはちょっと打ち合っちゃダメだね。味方が今回は B 端入ってくれたから、僕一旦ここで待とうか。ここ一枚と上一枚かな。まあ、一旦敵止まったから大丈夫だとは思うんですけど、どこいない？今回 B、味方がもう裏取ってるから B っぽいね。そうだね、B だね。あの上にいるね。で、味方が裏取ってバレちゃったから、でも、味方があそこまで行けたってことは、この辺敵いないってことだから、クリアリングせず、もうここまで入っちゃう。で、味方が1枚取って、やっぱあそこだね。もうこれで確定ですね。で、今敵僕がそこにいるってなってると思うから、多分、
A にシフトするのは多分結構敵時間かかると思うんだよね。なのであんまり動いてこないと思う、あそこから。まあ上手い人だったら早いかもしれないけど、まあランクなんでそんなに高度なことはしてこないでしょうね。とどまってるね。今僕が裏取って顔出して圧をかけたから敵動けなくなったんですよ。正面は味方がいるし裏は僕がいるってなってるけど、まあ実際もう僕裏にはいないんだけどね。だけど敵はいない敵に対して警戒して固まっちゃったから、もうこっち、そしたら別ルートから圧かけるというか攻撃しかければ、まあもう潰せますね、簡単に。まあこれ、サーチは基本的にこういう追い込み量っていうか敵がいないところをどんどん潰してって、解説通りに動いてくれたのもあるかもしれない。まあレベルが高くなってくると、まあそういうのも裏の裏を読んで読み合いっこだから、逆に多分僕だったら敵が裏来たタイミングで、目線があったタイミングで逆に裏を詰める。だから、さっき僕がいた場所をすぐ潰しに行く。もしくは、裏に1枚割いてるってことは、正面が1枚少ないってことだから、正面人数かけて潰しちゃうっていうのもありですね。まあ、敵がどんな癖があるかとか、どういう立ち位置によくいるかとか、そうね、裏来やすいかどうかとかを、6ラウンドのうちね、6ラウンドっていうか、まあ、12ラウンドか最大。試合中の間に癖を、なんか、掴み取らないといけないね。